世界を股にかけるアイドルグループワースタ。これまで上海やシンガポールなど8回海外に訪れていて、世界に可愛いジャパンアイドルカルチャーを発信し続けている。そんな彼女たちが今年の夏降り立ったのは花の都バリ。そこで開催されたのがヨーロッパ最大級の日本文化の祭典、ジャパンエキスポ。日本の伝統文化やポップカルチャーなどが楽しめるこのイベントにはおよそ24万人が来場した。そしてジャパンエキスポといえば、日本のアイドルやアーティストなどによるライブステージも見どころの一つ。そのステージに招待されたワースタの5人はライブパフォーマンスとその可愛さで大いに会場を盛り上げた。世界に照準を合わせて活動するデジタルネイティブ世代のアイドルとして、SNS とリアルアイドル活動を通じて世界中に可愛いジャパンアイドルカルチャーを発信中のワースタ。ヨーロッパ初進出となる今回のジャパンエキスポでは3ステージのライブを行い、およそ1万人を動員。そしてライブだけでなく、広い会場内を歩く人たちの靴擦れ対策として、質の高い日本の絆創膏を無料配布したワースタメンバー。それではフランスで大成功したアイドルグループワースタとは一体どんな子たちなのか、その素顔を探るため5人でロケに出ることに。なっちゅんこと広川七瀬です。はい、ミリテコこと松田美里です。はい、ハーチンこと坂本葉月です。私たちはですね、今横浜にやってきています。イエーイ、横浜暑いね。夏のいい鳴き声がして、ね、夏感がありますね。夏のいいね。この横浜でですね、新感覚アトラクションが体験できるという場所があるということで、みんなで行ってみたいと思います。5人がやってきたのは横浜市にある大型ショッピングセンターノースポートモール。ここで体験できる新感覚アトラクションとは一体。すいません、これって何ですか？こちらはハローといって AR を使った最先端のスポーツなんですよ。スポーツ、はい、スポーツなんだ。3対3のチーム戦で行う AR スポーツハドー。ルールは相手めがけてエナジーボールと呼ばれる球を放ったり、バリアで防御したりしながら、制限時間内に相手チームからより多くのポイントを奪った方の勝ち。ということで、まずは AR スポーツ波動対決。チームは広川、坂本、三品のチーム覇者対松田、児玉のチームポンコツ。でも3対2って不公平なんじゃない？こっち2人でちょっと不利って思うかもしれないんですけど、葉月は、うん、特技が運動音痴っていうぐらいすごい運動音痴だし、ね、スキップとかめちゃくちゃ下手くそなんですよ。この人ですよ皆さん。これはちょっと、いやこれも実質2人で。この対決一体どっちが勝つのか。専用のゴーグルとアームセンサーを装着し、いざ勝負。果たして勝負の行方は。現実の世界では見えていないものが AR の世界ではご覧の通り。というわけで勝ったのは運動音痴の葉月率いるチーム覇者。ちょっと
難しいです。ちょっと難しいね。やっぱ2人はちょっと弱いな。やはり人数が多い方が有利なのか。すると葉月をこっち、ポンコツチームにポンコツの仲間入りになる。ということで運動音痴の葉月ちゃんがチームポンコツに加わり、再び勝負。よっしゃ。勝者はチームポンコツ。なんと運動音痴の葉月ちゃんがいるチームが2回とも勝つという結果に。楽しい。全員ね、これ楽しかった。もっとやりたいな。やりたい。あと10回ぐらいやりたい。やりたいね。ワールドカップ目指したいね。ワールドカップ出ますか。出ますか。続いてやってきたのは、はい、ということで続いての場所にやってきたんですけど、ここで面白い体験ができるらしいんですよ。そうなの。だから行ってみようか。ちゃうお、ちゃうお。え、待って、本当にすごい。アジ、アジ、アジってすごい。これアジ。すげえ。そこには船らしきものと周りには生けすが。ここのお店は、はい、なんとお客様皆様に実際にお魚釣っていただいて、それを料理させていただいてご提供させていただくお店です。そう、こちらのお店は店内で釣りができ、さらに釣った魚をその場で食べられる食事どころ。ということでこちらで行うのは釣り対決。今回は個人戦、制限時間10分で生けすに泳ぐシマアジとタイを多く釣った人が勝利。タイを釣ればボーナス2点。ただし一番釣れなかった人は罰ゲームとして料理が食べられません。それではどのメンバーが一番多く釣り上げるのか、料理をかけた釣り対決スタート。魚ちゃん、あれ魚消えたよ。魚あまりない。おいで魚ちゃん、おいで。ぴょんぴょん。いきなりルカちゃんがシマアジをゲット。やったー。エビを食うんだよ。ちょっといい調子で取っていきたいと思います。エビエビ。お、ねえ待って。おいミシャー。すげー。立て続けにヒット。どうなんだろう、うん、え、ごめん。またもやヒット。釣り師ルカちゃん入れ食い状態です。生きがいいですよね。これ絶対美味しい。すごい楽しい。美味しい。あ、取れた。え、取れ取れ取れ。やみやみ。さらにミリちゃん、ナナセちゃん、そしてリリカちゃんにも当たりが。一方、ただ一人釣れていないハズキちゃん、やはり運動音痴は釣りにも影響するのか。来た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 。タイ？あ、ルカタイじゃん。え、タイ？イエーイ。釣り師ルカちゃんがタイを釣り上げたところで終了。え、ルカすごい。コップが。すごい。コップが。出ないよ。タイが来ました。めでたい。めでたい。ピチピチ。ピチピチピチ。はい、ということで第1話ルカでした。シマアジ3匹とタイ1匹を釣り上げ、隠れた才能が開花したルカちゃん。最下位が葉月ということに、はい、なったんですけど、はい、ごめんね、4人で美味しくいただきたいと思います。楽しみ。それでは自分たちで釣った魚をいただきましょう。いただきます。いただきます。タイ行っていいですか。行くしかない、うん、美味しそう。いいですか。いただきますよ。じゃん。
ってすぐだからさ、うん、もうほぼ生きてるじゃないですか、うん、半分生きてるね、うん、感動してますね、ありがとうございますっていう感じ。いや恵みだよ、海の恵み。全ての対決に手を抜かず全力で取り組んだワースタの5人、今後も世界を股にかける彼女たちの活躍から目が離せません。